埼玉県企業局は埼玉県の地方公営企業。県全域への上水道供給事業、県南部の一部市への工業用水供給事業、荒川水系における水力発電所建設事業、県北部を中心とした工業団地分譲事業を行う。埼玉市浦和区に本庁を置く。工業用水道事業は 工業用水の過剰な地下水組み上げによる地下水位の低下による地盤沈下の弊害を防止する目的に創設され昭和39年に柿の木上水場が昭和43年に大久保上水場が供給を開始した昭和48年には安定供給と施設の効率的運用を図るため両上水場で行っていた事業を統合し現在の南部工業用水道になった 現在、二つの浄水場から、県南東部六市で、約180の事業所に水を送り、産業の発展、地盤沈下の防止を担っている。水道事業は、大久保浄水場、昭和浄水場、行田浄水場、新三里浄水場、吉見浄水場の5つの浄水場で処理した水を、それぞれの市町村へ、1日最大184。 立方メートルポンプ総圧方式により送っている。地域整備事業は工業団地を造成し分譲する事業を行っている。主に以下の団地を造成している。2000年代以降、田園都市産業ゾーンと称する県王道開通に合わせた工業団地を造成を進めており、分譲後相次いで完売したことから急遽、用地買収や県王道以外での団地造成が行われている。 昭和35年、県営発の水力発電所として、大洞第一発電所が営業運転を開始し、以来二瀬発電所、大洞第二発電所、玉与道発電所、浦山発電所、滝沢発電所を建設。年間約8,900万キロワット時の電力量を東京電力へ売電していた。2008年に、 東京電力グループの東京発電に事業を売却、撤退した。なお、各施設が立地する自治体においては、電源立地促進対策交付金、国有資産等所在市町村交付金が交付され、地域振興をになっている。大久保上水上水道整備事務所水道管理課、大久保を除く、各上水上埼玉県公営企業の設置等に、関する条例。 ありがとうございます。